クロマティックスは2001年結成のオレゴン州ポートランド出身のシンセポップバンドである。シンセポップやポストパンクの要素を取り入れた3作目のアルバムナイトドライブが音楽メディアから高い評価を受け知名度を上げることとなった。2012年4作目のアルバムキルフォーラブを発表。クロマティックスの楽曲はゴシップガールやベーツモーテルといった テレビドラマで使用されているほか、楽曲、Tick of the c ク o c は2011年の映画ドライブで使用された。ライブで演奏するバンド2003年、アルバム、Chrome ツ v s ベースメントルーツでデビュー。2004年、2作目のアルバム、p l ス s t e ン Hounds をリリース。2007年、3作目のアルバム、Night Drive をリリース。音楽メディアから高い評価を受け、知名度を上げた。 2012年4作目のアルバムキル l ーラブをリリース。前作に続き、批評家から極めて高い評価を受けた。2019年5作目のアルバムクローサーツーグレ y をリリース。ありがとうございます。